ツゲーミング。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。ブレイブハーツゲーミングのおったいです。はい、ということで早速やっていきましょう。ウィニングイレブンアップデート前情報。はい、ということで早速やっていくんですけども、まあね、今回の動画はいつもの、木曜日のね、毎週恒例のアップデートの前にやってですね、アップデート前情報なんですけども、まあこちらの動画ですね、お先に説明させていただくんですけども、こちらウィニングイレブン初心者の方も、そしてベテランの方もですね、そして YouTuber さんたちがですね、他に情報出してると思うんですが、その中でもですね、皆さんと一緒に楽しく情報を共有してからですね、ウィニングイレブンのアップデートを迎えようということで、こちらの動画撮っておりますということで、ね、まあまあ、毎週ね、こうやってアップデート入れてですね、やっぱいろいろ、ね、いろんなモードが追加されたりとかですね、あと新しい選手が追加されたりしていくんですけども、そういったものをですね、皆さんとね、共有していきたいなと思っております。はい、そしてですね、まあいつもお品書きから言ってますので、お品書きの方から参りましょう。はい、最初にですね、結構デカめの情報を発表させていただくんですけども、こちら5月20日アプリ更新ですね、バージョン 5.40 の、関数ご案内なんですけども、こちらですね、まあちょっとまあ小規模アップデートと言えばいいんですかね、中型アップデートまでは言わないんですけど、小規模アップデートぐらいの、アップデートが来るということで、まあね、あんまり小規模アップデートはね、ちょこちょこ来たりする時もあると思うんで、まあ全然おかしくはないんですけども、ただこれで何を来るのかなんですけど、まあとりあえずですね、こちらの方はアップデートの日に小規模アップデートがあるんで、スペシャルエージェントのブラックボールが皆さんにプレゼントされるということで、まあそういったところがね、まあ分かっている情報なんですけども、何がね、追加されるんだろうねって感じなんだよね。非搭載選手が搭載されるのか、搭載されてる選手が非搭載なのかが、ちょっとね、未だ分からないところなんですけども、まあ、もうそろそろ国代表があるところなんで、国代表に関してなのかなっていうところもあるんですけど、そしてやっぱみんな期待してるのは多分、新アイコニック。ここなんだよね。新アイコニックが追加されるかどうか、ここで。まあ、追加されたところで何が来るか分かんないんだけども、ただ、やっぱね、期待してるところなんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、この流れに沿ってですね、皆さんいつもの情報の時ですね、多分一番見てくださっているところだと思うんですけど、このままですね、次の情報に回るんで、そのままどうぞ。はい、ということで、早速、このまま行くんですけども、こちら今画面出してると、先ほどのね、小規模アップの情報のままの画面なんですけど、今週のですね、アイコニックなんですけど、未だですね、公式の方から公式、告知があってないということで、いつもだったらね、アーセナルですよとかですね、マンチェスターユナイテッドですよっていう告知があるんですけども、未だないっていうことはどうなんだろうってとこなんですよね。はい。なので、まあ、どこが来るかわからない状態で、ただね、アイコニックが来るとは思うんですよ。毎週木曜日なので。なので、まあ、どこが来るんだろうね。まあ、そこが予想つかないところなんだけど、まあ、今のところ前回出てるアーセナルは可能性としては低いのかなと思うんです。で、まあ、レアルだったりとか、バルセロナだったりとか、まあ、それこそ、バイエルミュンヘンだったりとかね。まあ、あとは、アトレティコだったりとか、いろいろあるんで、まあ、先ほど言った、この、小規模アップデートで、新しいアイコニックが追加されるかどうかなんですよ。その新しいアイコニックがバーンって出てくる可能性もあるので、すごい楽しみじゃないですか、明日。今日、まあ、明日見てる方と、明日アップデートを見てる方と、今日アップデートある方で見てる人たちだと思うんですけど、とりあえずアップデート日、楽しみですよね、かなり。僕はすごい楽しみ。だからもうね、まだ搭載されてないレジェンドからのアイコニックんですけど、そういったものもね、ちょっと動画にしようとは思ってるんですけど、まあね、例えば誰がいるかな。まあでも日本人のレジェンドとかで全然、どうだろう、中田さんぐらいかな、中田選手ぐらいか。あと香川ぐらいですよね。だから先ほど、前回の動画でも言ってるんですけど、久保くんだったりとか、そういったものがアイコニックになったら面白いですよね。久保くんはですね、パートナー契約を結んでますので、可能性としてはね、かなりあるんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、アイコニックに関してはですね、まあ、今のところ公式は告知がないところで、わからないところになりますので、ぜひね、皆さんね、アップデートの日、楽しみにして待っていきましょう。まあ、私の期待では、新搭載が来ると、切に願っております。まあ、皆さんもね、切に願って、楽しみに待っておきましょう。ということで、次の情報に参りましょう。はい、ということで、まあ、こちらね、最後の情報なんですけども、今週ちょっと少なめなんですけどね、みんなで選ぶ、ですね、EL ですね、EL のベストイレブンアンケート開催でございます。はい、こちらの方はですね、好きな、まあ、自分たちのアーセナとかですね、こちらの EL のリーグだとアーセナとかいるんですけど、ウェストハムとかですね、そういったシートの中から自分の、まあ、好きな選手だったりとかですね、応援したい選手をですね、アンケートを取って投票して、そしてその選手たちが限定のデザインになって登場するということなので、まあ、前回もね、いろいろあってると思いますので、そういった中でですね、同じようなものだと思っていただければいいと思います。はい。
まあ私はですね、どれに言おうかちょっと決めたいですけど、まあ皆さんね、ぜひね、こういったね、アンケート答えてですね、自分の欲しい選手が来てくれたら嬉しいなとかね、好きな選手が来てくれたら、新しいデザインとしてね、限定のデザインで来るので、そういったものもね、楽しみにしてやっておきましょう。はい、ということでね、最後の挨拶になるんですけども、まあ今週はね、ちょっと情報が少ないんですけど、でもね、デカデカとしたね、昇級アップデートがあるということで、まあね、あんまりね、情報が出てない中で、あんまり詳しくは喋れないんですけども、まあ自分、僕の予想では、いろいろなね、新規の選手だったりとか、例えば能力値の変動だったりとか、そういったものが来るんじゃないかなと思っております。それでね、先ほど言ったアイコニックの追加だったりですね、あわよくば、木曜日のね、アイコニック新搭載のね、アイコニックが来るの可能性もありますので、そういったところね、やっぱ楽しみ、ワクワクしておきましょうということで。まあ今ね、コインセールもあってますので、まあ皆さん、どうなんだろうね、もう使っちゃった人もいるかもしれないですけど、まあね、しっかり貯めている方は、そういった新アイコニックが出た時に使うのもいいことかもしれませんね。はい。ということで、今回の動画はここまでとなりますがですね、最後にこちらのチャンネルのね、登録と、そして動画の高評価をよろしくお願いいたします。そして私個人のね、ツイッターアカウントがございますので、そちらの方フォローよろしくお願いします。そして、ブレイブハーツゲーミングのね、公式チャンネルもございます、公式の、ツイッターアカウントもございますので、そちらの方もですね、フォローと&リツイートをよろしくお願いいたします。ということで、まあ今回はね、ここまでとなんですけども、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、またねー。チャンネル登録、高評価、よろしく。